どうも、トーゼルです。はい、ということで今日もクラッシュライルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで今日はね、6月4日に来るバランス調整の内容が公式から発表されましたので、そちらの内容を一緒に確認していきたいと思います。今からね、昼の12時からクラロワリーグアジアの、プロリーグのね、生放送があるんですが、もう少ししたらスタジオに行かないといけないので、ちょっと早口で今日は説明していきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。で、今回の、一番の目玉は、やっぱヤリゴブリンかな。ヤリゴブリンの調整がすごくて、ダメージが 34% 増加、そして攻撃速度が 1.2 秒から 1.7 秒に変更、そして一撃目にかかる、時間が延長されると、書いてあるんですが、これね、パッと見どれぐらい強くなるとかどれぐらい弱くなるかわかんないですよね。わかんないんで計算してきました。計算したところ、ダメージ的にはトータルプラマイで、5% ぐらい落ちるかな。攻撃速度とダメージの、ダメージが上がって攻撃速度が落ちることによって、合計で 95% ぐらいの、攻撃力になります。ただし、このダメージが 34% 増加したことによって、まず一番大きいのがスケルトンをワンパンできるようになったんですよ。スケルトンとかコウモリを一撃でヤリゴブリンが処理できるようになったので、例えばスケルトンラッシュとか、あとスケルトンバレルとか、あとは普通に相手のコウモリですね、コウモリとかに対してめちゃめちゃヤリゴブリンが強くなると、これね、強化なんじゃないかなって私思ってるぐらい、ヤリゴブリン有能になるなって思ってます。で、相手のスケルトンラッシュとか特に顕著で、やっぱりギャングとか、あとは普通にヤリゴブリンとか持っておくことだけで、その相手のスケルトンラッシュに対して呪文を確実に使わせることができるので、まあそういったところでスケルトンラッシュ対策になるっていうのが一つと、あとやっぱ結構空のね、コウモリとかに対して、苦戦することも多いと思うんですが、このヤリゴブリンがワンパンしてくれることによってよりスムーズに、処理できるようになると、さらに、タワーに一撃入った時にダメージが今まで、一撃入ったやつがその低かったものが 34% 増加されるので、そのなんて言うんだろうな、チクチクダメージっていうのがよりダメージアップでこう食らうようになるのかなといったところで、 1.2 秒から 1.7 秒に変更されることによって、タワーへのダメージがその6回入ってたのがその2回しか入らなくなるみたいなことは多分ないじゃないですか。まあ、そこも含めて、多分ね、ヤリゴブリンに関しては謎の強化になるんじゃないかなって勝手に思ってます。まだ分かりませんよ。まだ分からないけど、ヤリゴブリンは結構調整は謎かなって思いました。そして、ゴブリンの小屋、ゴブリンの小屋は60秒から50秒に変更されることによって、まあ、単純に弱くなりますよと。ゴブリンの小屋強いもんね、本当に相変わらず強くて使われてるカードなんで、まあ、ゴブリンの小屋に関しては弱体化。そして、やってまいりましたメガナイト。てかさ、メガナイトとか調整よく入るけど、ジャイアントとかゴーレムとかラバーハントとか全然入らないじゃないですか。特に、ジャイアントと、ダークプリンス、そしてアウトロー、この3種類はね、結構やっぱ使用頻度も高いし、まあ、実際強いと思う。グローバルランカーの中でも、誰かが調べてたんだけど、グローバルランカーの中でのデッキをガーって調べたところ、30% 以上がジャイアントデッキだったと。 30% ってすごいですからね。だって他のゴーレムとかラバーハンドとかペッカとかもちろん 10% 以下ですよ。他のデッキがばらけてるものに対してジャイアントだけもう突出してね、 30% 超えてるっていうところで、まあ、ジャイアントはねちょっと今強すぎるんじゃないかなと勝手に思っているんですが、まあいいでしょう、置いときましょう。メガナイト、メガナイトが召喚時のジャンプダメージを 23% 増加で、範囲攻撃を 7.5% 減少って書いてあるんですが、まあ、正直そんなに強くならないかなと思います。もともとがね、ジャンプダメージと、あとあれ なんて言うんだろう、召喚時のジャンプダメージと普通の、陸から陸への、ジャンプダメージ、あれが 25% 減少されたんですよね。前回の2月のバランス調整かな、メガナイトが弱くなったバランス調整で 25% ずつ、弱体化を食らって、それで結構ね今落ち込んでる感じだと思うんですけれども、これ召喚時だけ 23% 増加して元に戻ったとしても、そのやっぱジャンプダメージ、陸でのジャンプダメージっていうのが結構メガナイトの、強みだったりするので、タワーダメージとかね、だからそこも含めて、まだこうかつての、強さっていうのは取り戻せないかなと、言ったところで、しかも範囲ダメージが7.5% 減少されるので、まあ、メガナイトに関してはちょっとワンチャン出るかなぐらいですね。トロフィー隊によってはエリートバーバリアンがめちゃめちゃ多いトロフィー隊があって、まあ、エリートバーバリアンに対してメガナイトってしっかり刺さっていくので、まあ、そこも含めて結構メガナイトワンチャン出るのは、トロフィー隊3000後半から4000前半のエリートバーバリアンがめちゃめちゃ多発する、トロ隊では結構こう使ってみてもいいかなといったところで、私サバーカでちょっとメガナイトまた、使ってみたいなと思っております。そして、バーバリアンと工場バーバリアン、バーバリアンは
1.5 秒から 1.4 秒変更ということなんで、まあ、若干強くなる、まあ、誰も気づかないぐらいの若干強くなるぐらいの、強さだと思います。そして工場バーバリアンなんですが、ローリングバーバリアンやローリングッドに押し戻されるようになりましたって書いてあるんですが、まあ、そもそもローリングッドでは押し戻されていたので、ローリングバーバリアンでこう押し戻されるようになりましたっていう変更かな。まあ、ぶっちゃけローリングバーバリアン使ってる人ほとんどいないんで、まあ、これは覚えておかなくても特に問題はないかなと思います。そして、これロイヤルゴースト結構弱くなりますね。ロイヤルゴースト3連続弱体化かな、なんか結構もう何回も弱体化食らってるような気がしますが、再び姿が消えるのにかかる時間っていうのが 1.2 秒から 1.6 秒に変更ということで、もうゴーストのゴーストたるゆえんがだんだん消えようとしております。そしてこちらも結構謎調整ですね。ウィザード今でもかなり強いユニットで、まあ、トロフィー隊4000付近ではめちゃめちゃ使用頻度高いと思うんですが、範囲ダメージが 2% 増加で、範囲ダメージの半径をなんと 25% 拡大、これ強すぎるマジで。範囲ダメージの半径を 25% 拡大ってことは、普通に攻撃範囲 50% 増しぐらいでしょ。半径が 25% ってことは直径 50% 増しなんで、直径 50% 増しで合ってる？え？直径 50% 増し合ってる？あ、よくわかんないけど、まあ、とりあえず広くなると、まあ、めちゃめちゃ強いですよこれ。ウィザード今まででも強かったのに、こう範囲攻撃がさらに範囲が広くなるので、ちょっとウィザード今後来そうですね。だからウィザードが来ることによって、多分ライトニングがまたね、どんどん増えてくると思うので、ポイズン環境からややライトニング環境に移ってくるかなといったところで、ここも見どころですね。そして、バルキリーもね、結構強いって言われているんですが、なぜかまた強化が来て、ヒットポイント 7% 増加、そして一撃目の初動にかかる時間を若干短縮というところで、まあ、今まで、ナイトワークのところがね、ナイトもだんだん弱くなってきて、使用頻度も低くなってアウトローに取って代わられているので、まあ、そこの H にね、バルキリーが入ることもあると思うし、今流行ってるアウトローね、アウトローに対してバルキリーって結構こう、アウトローガールとアウトローボーを一緒に処理できるユニットだと思うので、まあ、そういったところでこのバルキリーが入ってくる可能性もどんどん高くなってくるかなと、言ったところでラスト見ていきましょう。ラスト、アイスゴーレムヒットポイント 5% 減少ということで、アイスゴーレムやっぱ優秀ですけど、結構もう弱体化し尽くされてますよね。ヒットポイントさらに 5% 減少することによって、まあどうだろうっていう感じですね。アイスゴーレムより個人的にはジャイアントとかホグライダーとかの方が、まあ、かなりやっぱ今強いですかね。勝率も高いし、グローバルランカーでの使用率も高いので、まあ、そこも含めて、ジャイアントとホグ弱体化してもいいんだろうなと思いつつもですよ、ジャイアントとかやっぱ難しいし、その昔から使えるカードじゃないですか。まあ、そういったところも含めて、その全体のトロフィーをね、見たときに、その上だけじゃなくて、グローバルランカーとかトロフィー5000以上だけじゃなくて、まあ、全体的に見て、多分ジャイアントとかホグライダーとかは、その結構バランス取れてるっていう判断なのかも知れませんね。まあ、ここに関してはバランス調整してる人の、価値観というか、まあ、そこら辺の方針だと思うので、あんまり口は出さないですが、まあ、でも環境としては今後もジャイアント環境、そしてホグライダー環境、この2つが続きつつも、あと呪文のね、ポイズンからライトニングへの移行だったり、ウィザードの使用頻度が高くなったりとか、まあ、そういった、ね、変化は、今後ありそうだなというところで、今回のバランス調整をまとめさせていただければなと思います。ちょっと喋りすぎたちょっと喋りすぎたし、今からね、クラロワリーガージアの生放送のスタジオに向かわないといけないので、私はじゃあこんな感じで、終わりたいと思います。槍ゴブリンは、ステータス的には弱体化されたんですが、性能的にね、今までやっつけれなかったユニットをやっつけれたりとか、タワーに入った時のダメージが今までよりもダメージ稼げるようになるっていうところも含めて、槍ゴブリンに関しては個人的に結構強くなるかなと思っているので、まあ、槍ゴブリン入りのね、またデッキも、含めていろいろデッキ紹介とかもしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録してない方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。